ポビッチ監督の、まあ、おそらく最も信頼を置いているだろう11人をまず今日送り出してきました。左から右に攻めるのがアウェーの FC 町田ゼルビア で右に高木大輔、左に沼田、大きく逆サイド、太田カットイン、抜いていく太田、太田カットイン、左足、開始2分で先制 FC 町田ゼルビア。大きな展開から右サイド、太田俊介カットインから振り抜きました。0対1です。が来ましたね、はい。まあ、このサイドチェンジからこのコントロール良かったですよね。内側に止めてその先、まあ、すぐ前に出せたことで橋本、まあ、そこからねチャンス作り出せることも多いんですが、まあ、今のように不用意に取られると後ろのね枚数が足りなかったり、はい、ちょっとバランスが崩れている状態なので、残してシュート来た、ちょっと空振り。ウイングの選手が中行くことでサイドバックを引っ張り出して、お下沼田中に入って受けて繋がるチャンス、シュートだー、そこを嗅ぎつけました山瀬、こぼれ球にいち早く反応しました。追いつきましたレノファ山口 FC、 1対1、まあ、ここでプレーをやめずに、まあ、この入ったボールに対してね後ろから勢いを持ってきた、最後もちょっと触ってるんですね。おお、取った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 、田中航、田中航、シュート、前半からもう一新劇場見どころいっぱい、前半のうちにひっくり返した、2対1取って、まあ、ここでもパスは考えずにヘラン、今はおっとかわした、チャンス流し込み、大きな1点、3点目レノファ山口、また高木、また高木得意な足の方に、まあ、ここでそのねプレッシャーをやめずに行って、まあ、ちょっと中の様子も伺って自分で蹴り、試合終了、レノファ山口 FC、 FC 町田ゼルビア下して